はい、3コードのアルペジオが少なくともきっちり把握できて、でそれ以上に G というこれから弾く曲の、キーコードのことをよく、理解してもらえたと思います。理解しなければならないと思います。でこれ、いよいよそのまずメロディーを単音で弾いてみましょう。ただその時に私あのこの頃しょっちゅう書いてますけど、ブルーガスってやっぱり楽器が面白いから、楽器楽器というふうにあの皆さん思われるみたいですけど、きっちり歌が歌えないのに、歌えないと楽器は弾けません。それは別に歌を上手に歌うとか、あの英語をきれいに発音するとか日本語を分かるように発音するとかいいんじゃなくて、鼻歌でも結構ですし、鼻もげらげ語でも結構ですから、あのとにかくその自分が弾こうとするメロディーの雰囲気をあのしっかりと、分かってること、それが一番大事だと思います。まあそのために本当はレコードをよく聴いて、何べんも何べんもあのレコードから学ぶということが必要なんですけど、それはそういうふうにねばならないというふうには、言いたくないので、でも、そうするのが本当は一番近道なんですけど、まあ、いずれにせよそのメロディーを簡単に弾くということは、簡単シンプル化して弾くということが一番大事になります。でこの曲の前、キーが G ですから、ここがキーのコーン、メロディーが3、メロディーが2弦の5フレットから出るのかな。でその時に自分で必ずタタ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 みたいにね、そういう風にやれば本当あのいわゆるそのリズムとコードというのが、あリズムの中に乗ったすごくいいフィドルが弾けるようになるんで、もう恥ずかしくないですから、あの自分の思うのをあの声出してあの弾いてみてください。メロディーはまず、2弦の 5フレットがあって、これだってとかいうのは、まあ、あの雰囲気です。もうだからこれかって、 ある人に僕一時は最初にバイオリン弾き始めた頃に一番言われたんですけど、スラーはするなというのを言われて、それはでもある意味の真実なんですよね。スラーでどうしても音程をごまかすということが起こるんですけど、でも初心者はできるだけスラーを使わずって弾いた方が一ついいと思うんです。でもその中でこれで、細かいこと言いませんね。でもいうのを。交渉伝承の曲なんで、僕が書いたムーンシャイナーにすでに書いたことと違ってきてるかもしれませんけど、自分がそう思うメロディーを弾けばいいです。ただその癖が出てきてしょっちゅう同じ、特に最後の151とかいろいろ自分の癖になってしまうんで、その辺はだからメロディーがそれぞれに違うということを認識するのも大事です。でもう一遍全部最初から弾きますね。G のスケールの中で、これはだからできるだけこうすると指が小指が声でもいいですけど、できるだけそうした方がシンプルなメロディー弾いてる時は雰囲気も出ますし、いいと思います。で後半は